主よあなた今日もここに生きた全て収められる主よあなたの約束に立ち喜び歩みます。主第一朗読、使徒パウロのコリントの教会への手紙。皆さん、私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に使える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のためにイスラエルの子らが彼の顔を見つめないことであったとすれば、霊に使える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられた者も、この場合はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。なぜなら消え去るべき者が栄光を帯びていたのなら、永続する者はなおさら栄光に包まれているはずだからです。神の御言葉。神の御旨を行うことは私の心の喜び。神よ、あなたは私を作り守られる。知恵を与え、あなたの進めを学ばせてください。私はあなたの言葉に希望を置く。あなたを恐れる人は私を見て喜ぶ。神の御旨を行うことは私の心の喜び。神よ、あなたの言葉はとこしえに続き、天に固く立つ。あなたの誠はいよいよに続き、あなたに据えられた地は揺るがない。
神の御旨を行うことは私の心の喜び。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。神よ、あなたの道を示し、真理のうちに私を教え導いてください。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。主の御言葉、キリストに賛美。